皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日はアンチコメントに反論します。今回の動画が少し物議を醸し出すんじゃないのかなって、私も少し不安なんですけども、たまには言いたいことをね、言わなきゃいけないなと思って動画を作ってます。で、まずアンチコメントを返すって言ってるんですけども、アンチさんっていう存在をあんまり確認したことがなくて、多分だけど叩きがいがないんじゃないのかなって思ってんですよ。 YouTube さんってなんか AI っていうんですか、自動判定システムか、それによってスパムボックスっていうのなんか振り分けるんですよね、勝手に。まあ、便利だなと思うんですけども、たまにありがたいコメントいただいてるのになんかね、スパムボックスとかに入られちゃって申し訳ないなってすごい思う時は多々あります。 YouTube さんちょっと仕事して、その度にね、ちゃんと私は自分でこの承認ボタンみたいなの押してんですよ。お金払ってんだから。払ってないか、私がもらってんのか。なので今回はその直近3ヶ月ぐらいでいただいた際どい系のコメントについて反論していきます。怖えな。一つ目のコメント、お願いの動画にも広告がつくので、これはネタをありがとうっていう反応にしかぶっちゃけ思えないかもということなんですけども、ちょっと別の媒体例えると、そのテレビとかあんまり良くないニュースの合間にも CM って流れるじゃないですか。で、それってやっぱりスポンサーさんがいて番組の制作をできてるっていうので、 YouTuber も、まあ、広告収入がスポンサーさんなわけじゃないですか。で、それで対価を得て動画を作るっていうのでやっぱ生きてるわけなんで、難しいですよね、広告つけるつけないっていうのは。なんか謝罪動画とかだったら、うん、そうだな、誠意を見せるっていう部分で広告をつけない選択はありだと思います。難しいですね、ここはもう感情論になってしまいますもんね。やばいな、これ反論になってるかちょっと不安なんですけども。次、え、お前そんな顔面でよく女らしくとか言えんな、顔キモいしやばくね、私ら女からしたらバカキモいぞ、やばすぎだろ、冷静に鏡見ろっていうことなんですけども。え、これはね、ネタなんですよ。元男の子を目指し中って、まあ、成り立てになっている方々を呼んで、なんか先輩風を吹かすネタなんですよね。私みたいに、綺麗になってみたいな、なんかそういうね、コントなんですよね。で、私がね、すごい動画作る上で意識しなきゃいけないなっていうのが、誰が見ても、こういう風になるんだなって、ちゃんと道筋を立てなきゃいけないなって、なんかすごい思います。これ反論じゃないじゃない。ふざけんなよ、そんなコメントするなよ。ん？三つ目のコメント。最近特に10分と数十秒な動画多いね。あ、そういうことか。10分3秒とか、要はギリギリ超えてくる動画ね。10分以上だとたくさん広告つけられるから10分は超えるけど、それを超えたらもう用済みだからさっさと終わり、効率よく収益を得るためだけの動画、ご苦労様です。ねえ。痛いとこ使えよ、くださいよ。私もわかりますよ。他の YouTuber さん見てて、また広告かみたいな。でね、なったりしますよ。ただね、ちょっと私ら YouTuber 側からしたら、だいぶね、その辺はね、シビアになんなきゃいけない死活問題なんですよ。ね、10分未満動画と10分以上の動画って、だいたい収入が3倍から4倍ぐらい違うって言われてるんですよ。他のものに例えると、時給がいつも1000円でもらってた人が、明日から200円ですよみたいなこと言われたら、ってなるじゃないですか。それに近いんじゃないですかね。ただ、その代わりに動画を見てくださってるわけだから、見応えのある動画を作ろうっていう意識でなるべくやってます。まあ、ボーナストラック挟んじゃうんですけどね。次ー、さすが元男の子、平気で下品な話するんですね。そうかな、私結構貴重な話だと思う、自分で言っちゃうのなんですけど、なかなか聞けない話だと思うんですよね。性別変える人たちってもうそもそも人口が少ないんで、もう発信していくことってもう大切だと思うんですけどね、勝手にそう思ってます。次、ケーキのシート舐めるな、気持ち悪い、情けない、
ああ、これがビッグエンジェルのリーダーのみちこさんがケーキのね、このシートをベロンベロ舐める演出をしたんですよね。まあ、演出って言ったらちょっと営業妨害になってしまうんですけども、作り手側から見ると、ああ、これは動画面白くしようとしてくれてんなみたいな、笑われ者の方に徹してくれてるって、私としてはすごい助かるんですよね。その人の育ってきた環境もあるんですけども、ちょっと難しいところですよね。本当に毎回あれかな、米印でこれは演出ですみたいにやった方がいいのかなってたまに思いますけど、でもそうするとちょっとリアリティなくなっちゃうしね。次、太った人をけなす動画を作るなんてがっかりですということなんですが、さっきのそのビッグエンジェルさんとのコラボ動画ですね。これもね、私もどっちかっていうといじり役の方にあえて回ったんですよね。マジこんな食べるのみたいな、私そんな食べれないよっていう、そのデコボコ感を見せることによって分かりやすくしてるっていう、誰でも見てもあ、こういう状況なんだなって伝えるように私なりに動いた結果、ちょっと不快感を与えてしまったっていうのはもう反省ですね。次、とうとうサムネ釣りをするようになっちまったかということなんですけど、歌動画に関してはサムネっていう概念で私はやってないんですよ。ちょっと意識高い系みたいになっちゃったけど、違うの。 CD ジャケットとかさ、いろんなアーティストさんでたまにセクシーな写真とかでギリギリのこういう攻めたジャケットありますよね。そんな感じで私はやってます。次、広告ブロックアプリ入れて出ないからわからない。私すごい思うのが、誰かがこうやって時間をかけて作ったものをタダで見ようっていうのは、ちょっとね、客観的に私が考えるとあんまり自分だったらしたくないなって思っちゃうんですよね。その人にちゃんと報酬がないと、どんどんそのコンテンツが消滅していっちゃうと思うんですよね。要はお金を払ってるから、例えば、まあ、ちょっとね大げさに言っちゃいますけども、モンスターストライクっていうのも課金してる人がいっぱいいるから楽しく遊べてると思うんですよね。コンテンツに対してお金が出ないっていうのは、私からしたらちょっと悲しい問題になってしまいますね。次、こしょこしょこしょりんこ、毎回本当に気持ち悪いです。なぜやるのですか。意味不明でわかりません。これ私もわかんねえんだよな。次、やってることと食べてるものは男のまんまだな、わらわらわら。そうですか。ちょっとね、面白い例が過去にあったんで、ちょっと掘り出しますね。以前も、なんかがっつりこう、男らしく食べるっていうか、まあ、ワイルドに食べるような感じの動画を出して、その時ね、元男の子って言わなかったんですよ。そしたら、なんか、男勝りで、お姉さんいいですね、みたいなコメントが多かったんですよね。で、他の動画で同じような食べ方して、元男の子って言ったら、やっぱり男だな、みたいな。ちょっとさ、なんかもう都合がいいですよね、こういう、たまに出てくる、ようわかんない。次、はぁ？って感じになった。ネタのためとはいえ、釣り的な動画が多いっすね。それから満札振るとか気分が悪いです。これもさ、ネタじゃないですか。よくさ、スネ夫とか、僕のお父さんはね、お金持ちなんだって言ってさ、これ万札、まあ、千札かわかんない、やってるじゃないですか。もうそれとも一緒ですよ。もう完全にエンターテイメント。YouTube でやってることって基本、8割型エンターテイメントだと思って見ていただいた方が気が楽だと思いますよ。次。おかまか。気持ち悪い。これがね、一番多いですかね。これ、ほぼ毎日来ますよ。でも、これって、この心理状況を裏返して見てみると、多分だけど、それ以外に言葉が思い浮かばなかったんだろうなって思ったんですよね。だいたいこういうコメント書く方って、新規の方が多いんですよね。楽しそうな動画だな、ちょっと見てみようと思って、見て、あれ？あ、男だったんだ。マジかよ。っていう感じだと思うんですよ。まあ、私から言えるのは、動画を見てくれてありがとうございます。です。次。なんでそんなよろしくお願いしますの声、キモいなっていう。あ、でもこれね、確か、ハイドさんも言ってるか。私たち二人でこのお願いしますをね、変声で言ってるんですよね。お願いしますっていうことですよね。それやばいな。いかがだったでしょうか。今回は、そうだな。あ、やっぱ花が。他の YouTuber さんとかで病んでしまう方とかいるっていうのはよく聞くから、
私は、いい視聴者さんに恵まれてるんだなと、ポジティブに今思ってます。たまにね、オカマとか気持ち悪いとか死ねとかね、ありますけど、もう言ってしまえば、それぐらいの言葉しか言われてないって思ってるから、なんとか生きてます。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。グッドボタン多いと広告収入関係ないんですけど、おすすめ欄とかに乗りやすくなるんですよ。ぜひ私の成績をね、上げてください。お願いします。ここまで露骨にこういうこと言っちゃうのはね、あんまり良くないと思うんだけどね。ツイッター、インスタグラム、そしてサブチャンネル青木かのんの秘密箱は画面の下にありますので、ぜひそちらもチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。